明らかにお腹周りがスッキリする腹筋とストレッチ紹介していきます。お腹周りが出た人、実は骨盤底筋が弱いんです。ここが弱いとお腹とお尻の力が抜けてお腹が出ます。でも腹筋って辛いですよね。日々頑張ってる人は結果が出てます。おめでとうございます。今回は無理なく休みながらマイペースでできる最も効果的なメニュー一緒にやっていきましょう。まずはうつ伏せになって肘をつきます。片足を前に持ってきて、これでキープです。この状態でまずは太ももの前側、腸腰筋、内転筋、腰伸ばしていきます。もしね、ちょっと余裕があるよっていう人は後ろの足の膝を浮かしてみてください。さらに腸腰筋がね、伸びてくれます。でもちょっと硬いよ痛いよっていう人はね、膝ついて結構です。マイペースでいきましょう。はい、このまま今度は膝を横にちょっとだけ倒してみてください。お尻の方が伸びると思います。このままキープしてください。お尻がやっぱり硬くなるとね、骨盤が反れたり股関節が内旋してお尻の力が抜けた姿勢がねできますから、お尻の横、中殿筋もしっかり伸ばしてください。余裕がある人はね、伸ばしていいですからね。マイペースでいきましょうね。よーし、 OK。 今度は反対足です。同じようにいきましょう。まずは普通にね、足をねついてますからね、普通に足をついて、肘ついて、余裕な人は膝を持ち上げてみてください。もしこれでも結構辛いよーって人はね、片方ね手をついたり肘伸ばしたり、やりやすい方法でいいです。マイペースがいいね、一番。あとちょっとですよ。よーし、 OK。 このままね、足をね外にねパタッと倒してくださいね。このね、足の側面でね膝を倒してるイメージです。このままマイペースでキープしてください。初めのうちはちょっと痛いかもね、しれないけど、ストレッチを慣れると気持ちよくなりますからね、無理しないでねやっていきましょう。今度はうんち座りをしましょう。肘でね外側に押してください。手を合わせて肘をね外に押して、膝は内側に力入れて、たまに開く力を弱めて、手をねまっすぐ伸ばして、また膝を開いて、膝を閉じて、繰り返していきますよ。よーし、 OK。 で、後ろに手をついて足を開いた、内側にね内もも倒してください。ふー、内側に倒す、ぐーっと股関節のねラインが悪くなるとお腹が出る原因になるんです。足がまっすぐの人はねほとんどいませんからね。ほとんどの方が内側に向いてるか外側に向いてるか、どっちかになります。そこをまずリセットするとね、お腹がへこむ体が作れます。よし、 OK。 じゃあ今度四つん這いです。今度は反った腰を丸める。腰を丸めるっていうイメージよりもお尻を締めるイメージですね。ぎゅっ、お尻の穴をキュッと締めると自然と腰がね少し丸くなりますから、ギュッ、これを繰り返してください。ふ
く息を吐きながら、ふーふーってイメージ。よっしゃ、オッケー。はい、じゃあ今度は仰向けになりましょう。スマホ持ったまま、お尻を上げたら歩きます。お尻を浮かせたままで足を少し前に出す、戻していく。これでももやお尻がね、鍛えられてますよ。頑張れる人はね、結構遠くまで行ってみて。うおー、きつい。よし、オッケー。じゃ今度このままね、足を上げたら曲げながら体をちょっと起こしてみて。膝を曲げる反動でね、体をちょっと持ち上げてみてください。息を吐きながらですよ。難しい分をね、こうやって休みながらでいいですからね、マイペースでいきましょう。休みながらやったらいいです。よし、じゃあ今度足を開きましょう。お尻を持ち上げたら内側に膝を倒して、内側に内ももとお尻を締めるイメージ。内ももお尻を意識して膝をバタッと内側にする。息吐きながらですね、マイペースでいいですかね。くる、内転筋くる。よし、オッケー。さあラスト、カエル足にしましょうか。この足を上げてスマホを振りましょう。スマホを振りながら、手を振りながらね、腹筋をね、グッグッグッと使えてますからね。マイペースでいいですよ。疲れたらね、休んで。休んで。よーし、オッケー。今回のメニューは、最後までできた人、頑張ってやった人、グッドボタンやコメントで教えて。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。